今とワイチ今とワイチレンコットの草人です。今日も草人ちゃんのやつのとこで、ちょっとね、草人も今年で34歳でございますけどもね、いやね、なんかね、視聴者の人たちに聞きたいことがありますね。俺がね、こうやって実況してるときになんか、いかにもなんか発言とか行動とかなんか喋り方とかな、どんなことでもいいよ。明らかにこれ若者じゃねえだろと、おっさんくせえなという感じることがありましたらね、みんなぜひとも教えてください。そういうの見てなんか、あ、俺も年を取ったな、年を重ねたなと、ちょっと感慨深い気持ちになりたいと思いますね。よかったらみんなね、コメント欄でいっぱいそういうことを教えてくれなということで、普通に巻きました。今日も草人ちゃんのやつぞ、草人チャンネル、パワー系ハゲを4体倒してからゴールということでできたと思って、ちょっと待って、これ多分ね、ハテナブロックがボス戦でしょ、この中に多分ね、いっぱいアイテムがあると思うからね、それ、あ、プロペラちゃん完全に来ました。上級戦あったらプロペラちゃん絶対取ったから、とんでもねえな。ちょっと待って、どういう感じでいこうかな。いや、でとりあえずプロペラキープしたからね、上級戦の場合ね、プロペラだいぶ条件取るのに有利だからね。あ、なるほど。ここで終わるわけね。うわぁ、ちょ、お前ら、ちゃんと、倒し行こうぜ、誰かが。さ、ドリルージがうぜえな、まで。プロペラドリルージがまず、オッケー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 。うわ、バカバカ、オッケーオッケーオッケー。これで取りまして、オッケーオッケー、生ミージになってくれてな。お前、人の妨害ばっかしてっから、そういうことなんで、バカ、誰が。オッケーオッケー、ちょっと待って。お前、ちょっと誰か倒し行けや、パワーキャーキ。なんでみんなでゴール前止まってんの。でこっちにね、いっぱいアイテムあ、まずい。オッケー。行かせない。あはははは、え、負け格じゃねえかよ。おい、ちょっと、ダハクッソ、よし。うわぁ、時間が60秒しかないぞ。とりあえずこれ、うわー、これだいぶそのまま終わりタイプじゃねえよな。なんで書いてあんぞ。MAZE、まぜ 2.、よくわかんない。読まなきゃよか。なんだこれ。あ、迷路コースってこと、そういうことか。他のやつらあっちから行くって、ブラザーズあっちから行ったから、俺がこっち側から行きますね。オッケーオッケー、いや、で、右で行こう。よくわかんない。なんかとんでもねえけど、とりあえずこういうのってさ、人なんか結構さ、上に泳いで行きがちだからね、あえて下から行く。だいたいなんか上の方にゴールが思う、あるっていう風に思っちゃうからさ、人ってのはね、あえてその心理の逆をついて、全然ゴールから遠そうな、こっちの下から行く作戦でどう？合ってんじゃないこれ。マジで言ってる。え？完璧？え？嘘でしょ？なんで？天才クサヤ人じゃねえか、マジ。完璧じゃねえか。待ってるよ、待つよ。残りが13秒。お前ら待つよ。全員来るまで待ってよ。ほら。お前ら、ちゃんとゆっくり来いよ。19、8、やばいよ。時間がまずいぞ。全員来い。せっかくだったらみんなでゴールしようぜ。せっかくだったら、ブラザーズ、何をしてんの、お前ら。早くせ。遅いブラザー、急げって。いやー、死んだ、間に合った。草人チャンネル。オッケー、とりあえず、ちょっと待った。バカ、誰が本当に。頭ぽよんぽよん、むかつく。ちょうど俺の土台マシいるんじゃね。うわー、ちょっと待って、これさ、赤コイン集める系じゃね。とりあえず、お前もう、ルイーズ、ヒップドロッピー、うぜえな、お前よ。どけ。なくそ。まあ、いや、最後で。とりあえず、ここで、お前くん、やっぱりそうだよな、お前、ちょっとカマチョピオがいるの。いや適当すぎた。もうかまってちゃんが言ったらさ、うわー、あ、なるほど、そういうことか。じゃあとりあえず赤コイン集めたけど、ここで来らんときはルイージ来れなくなる。ごめんルイージ、とりあえず赤コインだけ取ってきてくれ。お前取ってきてもう戻れない。もう戻れないだろうけど、ごめんなルイージ。もう無理なのや。ごめんよ。ということで、このままここで待ちまして、いや別にお前と一緒に外役なんか協力したわけじゃねえからな、俺が思いついた。で、あとは他のやつら鍵取ってくるでしょ。でも一回ここ塞いでおけば、とりあえずあいつらね、すぐに来ることができねえから。で、あいつらが来た瞬間にハンマーで、それで鍵取っちまったつもだから、もう、この時点でも俺の勝ちは確定してんだけど、それでちょっとね、いいタイミングで。鍵持ったやつが来た瞬間にだけ、なんとか箱を壊していくみたいな、そういう感じができれば、他のやつらが来たら箱をどかさずに、戻らせときながらも、ここで、ちょ。ここで壊して、あい、ごめんね、天才すぎるって。この作戦、天才すぎんか。オッケーオッケーオッケー。助けて。何をしてんの、バカだ。謝りたかったのか。ごめん、ぶっ殺しちゃった。せめてゴールさせて、俺だけでも。草人チャンネル。
絶対ファイアー取って、これは絶対ファイアー取ったから、ほら完璧です。しかも、スクロール完璧きました。あとはこいつら落ちるところで。君たち生身で草味勝負しようと思ったら、それは無理に決まって、あー、ちょ、はい、あと入ったっけ、あ、俺が手を下すまでもね、はい、ごめんね、気持ちいいでございます。ありがとう、ありがとう。いや、これも完全に来たでしょ。あとはゆっくり行け。あと一人で行くんだったら、こんくらいの、ね、難易度だったら絶対余裕だと思うんだよね。オッケー。うわー、ちょっと楽しい、超楽しい。今度ちょっと、オッケー。ゆっくり行こうぜ。てかさ、ちょっとみんな聞いて、あ、やばい、かた。聞いてくれ、俺最近さ、俺自分の動画って全然 見直したりしないんだけどさ、見返さないんだけどね。お前さ、たまたまの害悪大全集って俺が出してるなんか、害悪を懲らしめたあの動画をまとめたみたいな動画あんじゃん、編集した動画。あれをね、パート2の方久しぶりにちょっと見てみたんだけどさ、めちゃくちゃ俺楽しそうじゃん。なんであんな楽しそうなの。いや、自分で思った、俺こんなに楽しんでんだと思って。誰かをぶっ殺せでは誰か殺めた時、俺すげえ楽しそうじゃね。仕返し復讐した時の俺の喜びを半端なくない。びっくりした自分で。超楽しそうなの。俺さ、あのマリメ実況者で一番面白いとか一番実力があるとかで、ね、そういったうぬぼれた考えはしてないけどさ、あの害悪懲らしめた時一番楽しそうだよな。これだけは全実況者の中で一番楽しそうだよな。俺がミンマトを一番楽しんでる、これだけは言えるわ。多分他のマリメ実況者よりも俺が一番、俺が確実に一番なマリオメーカーというか、みんなでバトル楽しんでると思うな。これだけは言えるわ。これ何、どうしゃー、なるほどね。うわ、なかなかしかも難しいな。オッケー。いやでもね、ちょっと最近コメント欄とかでもさ、ガイアがいなくなって寂しいですみたいなコメント来るけど、大丈夫。マリオメーカー3が発売したらね、またうじゃうじゃ湧いてくるから、あいつらね、別に消えたわけじゃねえんだよ。真っ黒クロース的なと一緒、ほんとに。なあ、もう人が住み着いたらさ、綺麗な人たちが住み着いたら、あいつら、いられなくなんじゃん。存在しなくなっちゃう、もう生きていられなくなったらさ、消え去るけども、ちゃんとね、2階にいるから。別のとこで深く。人が住まないところに深く濃く住み着いてからさ、新たな扉開ければ出てくるから、うじゃ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 って出てくるから大丈夫。マリオメーカー3で買ったら多分ね、俺たちの住みかだって一気に飛びついてくるから、ゴミクソが。またそこで俺ら草味みたいなね、精神草味マリメ自警団がすぐにそこをね、また綺麗にするから、みんな綺麗にする、その過程楽しんでくれな。オッケー。そしてまたね、綺麗にしすぎたところで、家が綺麗になった、お家が綺麗になったところで、またマリオメーカー4が出てきて、もう一度新しい扉を開けて、まだまだ汚い扉を開けて、またぐちゃぐちゃってなったら、また綺麗にする。それをずっと永遠に続けていけばね、草人チャンネル、そしてマリオメーカー、そういうジャンルとは一生消えることはないだろうから、オッケー。いや、みんなね、一生楽しもうぜ。何これ、何をすればいいんだ。ちょなんか戻ってあったっけ。とりあえずごめんねさせていただいて、俺もごめんねして、あ、これ上行けってこと。まあ、なるほど、そういうことか。こっちいると大スイッチ押した意味なくない。俺が圧倒的に一人で上まで行ったしさ、だったらこれで待ちゃよかったじゃん。うわ、やねよかする。これ以降もそういうのが続くとかあったら最悪だぞ。こっち行って、うわ、なんとなく分かった。これさ、右のびっくり箱の中入るためにはもう一回オフブロックを多分ね、押しに行かなきゃいけない。ずっと続くぞこれ。ってことはさ、後続が先に気づいてさ、あそこにびっくり箱のとこ待ってたらもう終わりじゃん。え、ちょっとこれミンバと不向きすぎんか。ちょっとマジでねえわ。でも案外あいつら来てねえか、なんかそんな気がすんな。多分他のやつら来てないよね。よしでもオースイッチ全然ないじゃん。どこまで行きゃいいの。待って、嘘でしょ。え、まだどこ、マジでどこ、え、どこまで行きゃいいのこれ。邪魔、こっちかで、こう行ってこっちで、長ぁクソ長いんですけど、ちょまだようやくあったけど、とりあえずここまで戻ってきたけど、これオンスイッチ押したらだいもあれだよな、他のやつらまで来ちまうよな。いやでも行くか、押してあいつらが来る前に俺が先に急いでゴールすればなんとかなるっちゃなるか、その作戦で行こう。他のやつらね、多分あんまりうまくねえ気がつくから、さっき、あれ、あ、ちょ、びっくりは書いてるよね、キノピオ。うわ、マジで。ないわ、このコース。まあ、しかもこれ戻れなくない？え、あ、これなんとか、まあ、マジでねえな。しかも、こっからスタートか。ちょっと待ってくれや。
俺だけ毎回こっからスタートじゃねえかな。ちょ、ここで中間取ったから俺が一人だけこんな遠くから始まる。ないだろ、お前。ミンバトに不向きすぎる。こんなにひどいことある。今までのミンバトで一番ひどくないか。1位の人が一番不利になるコースってことでしょ。何このコース、ひどすぎんだ。ひどい、これはない。マジでこれはない。ちょっと待って、これマジでどうしよう。このしかも行き止まりでもいけねえじゃねえか。俺だけ行き止まりなんですけど。待って、これ思ったんだけどさ、マリオとキノピーも途中で死んだんじゃねえか。だからさ、あいつらもずーっと下まで行って一番下のオンスイッチを押さないと、この先進めないけど、そっちまで行くことができないっていうのがあいつらの状況。俺もこれ一番上まで行ってオンスイッチを押さないとこの下くぐれないけど、そうするとあいつに行かれ、あいつらに行かれるから先に進もうだよ。はい、罪です。はい、ということでみんな、バイバーイ。Thank you.